ございます。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レミさんが左だから右、微妙。おはようございます。お久しぶりです。よろしくお願いします。あの私さんも変わんないですよ。僕は32番でした。レミさんが一番早いです。一桁なんで確かにそんなに多くなかったですけどね。70くらいですかね、はい、気をつけてね。何から埋まるんだろう。でもこれ何から埋まるかってマジで地域性によるからな。はい、みんなが右に行ってるから右に行く。さあみんなどこに行くの。北斗、北斗が埋まってる。あとモンキーですね。とある埋まるんだね。あ、にあれ1台空いてんな。ぐぬぬ取られました。ごちゃごちゃ言ってる間に取られました。なんかコードギアスに人が座ってるんならコードギアスどうかな。いいと思います。いっか。あのここ最近で唯一まだちょっと分かる台だからな。っていうかなんなら好きまである。ではアキさん、はい、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、そんな生年月日とかいう感じ。1981年11月15日生まれの42歳です。日本プロ麻雀連盟15期生、M リーグ EX 風林火山所属。パチンコパチスロー歴でいうと、まあ、18歳くらいからやってます。麻雀もそれくらいから。麻雀はもうちょっと早いですけど。パチスロ業界に、まあ、関わられてどれぐらいになりますか。雑誌で生駒たけしさんとパチスロ対決みたいな、生駒さんがあのアマチュアの女の子と高設定出玉勝負みたいなの企画でやってて、麻雀の方で知り合ったあの漫画家さんの方につてというかコネというかそんな感じで紹介してもらって、雑誌に出たのが多分一番最初にパチスロ関係の仕事をしたのかな。18くらいだったような気がするんですけど、でその後にあのモンドさんのパチンコパチスロ番組の方に出させてもらってっていう感じで徐々に増えていったような感じですね。しかも歴で言ったらこの業界めちゃくちゃ長いんですよね。実は二階堂あき、この名前と本名ですか。本名です。一番言われますね、本名ですかっていうのは。ジャン氏名、あ、そうですね、見られる方多いじゃないですか。いわゆるジャンネームみたいな、ジャンネーム、そういう方もいますね。ジャン氏の中でだと、はい、同期とかデビューが一緒の方ってどなたかいらっしゃいますか。私ね、同期がほとんどいなくて、前後 1,2 年くらいだったら結構有名な方いるんですけど、例えば M リーガーでいうと瀬戸熊さんとかは1年先輩だったり、コナミマージャンファイトクラブの藤崎さんとかも1年先輩だったかな。ルミさんが1年後輩なんですけど、まあ、ファイトクラブの滝沢さんとかも1年後輩かな。アキさんは最近どういった活動をメインで行っていますか。ずっと変わらず同じ仕事をさせてもらってるみたいな感じですかね。麻雀界に関わるお仕事もそうですけど、まあ、パチンコパチスロ系のお仕事も変わらずいただきつつ、パチンコ屋さんの来店だったりとか麻雀そのゲストだったり、あ、まあ、でも確かにあの幅は増えたなと、広がったなっていうのはすごい感じますね。M リーガーになってからの方がより広く感じますけど、講演会に似たようなものだったりとか、
あとは子ども麻雀教室とか子ども麻雀大会みたいな感じで、今すごくその子どもがこう麻雀を覚える場所っていうのをどんどんこう増やしてて、まあ、私自身その麻雀ってすごいその子どもの上層教育にいいと思ってるので、小さい時から麻雀を覚えるとなんかこう脳の動きとか働かせ方とか想像力だったりとか我慢だったりとか、結構理不尽を感じるゲームでもあると思うので、理不尽さを受け入れられるようになるみたいな慣れみたいな部分とか、そういうのも鍛えられるなと思うし、あとはまあコミュニケーション能力っていうのも上がると思うし、この麻雀を通して例えばマナーだったりとか所作だったりとかって、そういう人からどういうふうに見られて相手にいかにこう不快にならないように振る舞うことができるかみたいなのって教育の一部だと思うんですよ。それを結構その麻雀でいろいろ賄える部分があると思うので、すごい便利なツールだと思いますよ麻雀って。そういう活動もされてらっしゃるんですね。基本的にその麻雀プロっていうのが、まあ、麻雀の普及っていうのが第一目的なので、はい、なんか一番最初にそのパチンコスロット関係のお仕事をするようになったのも、麻雀プロっていうものの認知度っていうのがそもそもそんなになかったんですよ。24年前にパチンコスロット関係のお仕事をさせてもらってる時はまだやっぱりその麻雀プロっていうのが少なくて、人数が自分がそのいろんな媒体に出て麻雀プロですっていうことによって麻雀プロっていうものそのもの自体の認知度を上げるっていうのを結構まあ目的としていろんな媒体に出てたんですね。民放とかそういったものにもいろいろこう声をかけてもらっていろんな番組出させてもらいましたけど、そういうところでも麻雀プロっていうのが何なのかとかそういうのをこう知ってもらう活動みたいなのを意識していろんなところに出たりとかしてましたね。どういったご家庭でお生まれになりましたか。うちのお父さんとお母さんが、お母さんがねまだ学生だった時、学生結婚だったんで、うちのお母さんめちゃくちゃ若かったんですよ。18で結婚して19歳でルミさん産んで20歳で私を産んでるんで、小学生の時とかは若いお母さんが自慢みたいな、なんかそういう感覚ありましたもんね。うちのお母さん若いわみたいな。ただまあ、残念ながら私が小学校2年生の時に親は離婚してしまったので、あそこからはおばあちゃんのところにこう預けられて、お父さんがこう毎週末会いに来るみたいな、その中で、まあ、ルミさんとはずっと一緒だったので、結構、まあ、ルミさんと一緒に遊んだりとか、まあ、私がこう後をくっついて回るような感じでしたかね。うちの姉ちゃんはどちらかといえば結構若い時からその母親代わりみたいな、なんかそういう風になんなきゃみたいな、なんかそういう意識はあったんじゃないかなっていう風に思いますね。結構私とか適当でチャラポランだったから、いっぱい心配もかけてるだろうし、だからなんかねめちゃくちゃ責任感が強いんですよ、ルミさんは。確かにルミさんいなかったら私とかもう今生きてるかどうかも分かんないなとか思いますしね。当たりました。でも AT それ入ってから初めて当たったと思っている私は。あー残念、これねプチューンってすればね。であとね、完全告知で告知されたことないから完全告知でいきますね。そういえば総投資行ってなかったですね。総投資9000円です。AT に入れてからですもんね。あ、そうです、今のは子役ですね。一回子役ですね。7揃った子役です。はい。幼少期、小さい時はどんなお子さんでしたか。記憶にあるのが、まあ、3、4歳くらいからかな。お、キョチェリー。一つ上にお姉ちゃんいたんで、基本的にはもう末っ子特有のスーパー甘ったれな泣き虫な女の子でしたね。ちょっと声に特徴が私多分あると思うんですけど、
わあ、行きました。今の強チェリーで AT 入りましたね。助かる。幼少期の話します。このビカビカのビカビカをバックにギアス発動めっちゃしてるけど、まあいいです。あの初 AT 追加投手なしでということで始まります。祭りになりますように。うちのお父さんが男の子が欲しかったそうで、産声が完全に男の子だと思ったそうなんですよ。おぎゃーって言った瞬間にやった男だって言ったら、まあ女だったっていう。もう私の声の低さは生まれつきで、よくあの酒焼けですかとか聞かれるんですけど、全然違うよっていう、酒焼けじゃないよっていうことを言いたかっただけです。小学生の学校生活はどういった感じで過ごされてますか？活発なあの女の子だったと思います。ナイス。小学校2年生の時にその親が離婚したんで転校したんですけど、普通に男の子とかに混じって遊んだりしてましたね。あの水風船作ってバッコンバッコンこう投げ合いながらみたいな。今私あの身長153センチなんですけど、小学生の時から150くらいあったんですよ。そのちっちゃい時は大きかったんですよ、逆に。だから小学生の時はちょっと大きい方だったから、あの男の子とかとも普通にその外でこう元気いっぱい遊べるくらいの体格はあったんですよ。その時なんかスポーツとかされてました？小学生の時は学校外のクラブ活動ってあるじゃないですか。なんかそういう系で言うと、あの新体操をやってました。2連でした。何も出ず、お家の事情というか都合で、転校することになって、で新体操はやめました。結構ね、小学生の時はあの転校を繰り返してたんで。何回ぐらい転校されたんですか？旗野っていうところと鎌倉っていうのと行ったり来たりしたんですよ。で生まれは鎌倉なんですけど、半分くらいその旗野で過ごしてて、旗野で小学校入学して、で転校して鎌倉の小学校行って、親が離婚した時なんで2年生で、そこから6年生でまた転校して、あの入学した小学校に戻ったんですよ。そこから、進学して中学校に上がって、中学校の1年生の時にまた転校して、で鎌倉の中学校に入って、で鎌倉の中学で卒業しました。で私あの中卒なんで、そこからあの高校には行ってないですね。中学校時代はどういった感じで過ごされてましたか？あんまり学校行ってなかったですね。え学校行かないで何したんでしょうね。そんなに体が丈夫でなかったんですよ。今すごい健康なんですけど、10代のうちに多分20回くらい入院してて、結構もう本当に年に 3,4 回くらい入院するような感じだったんで、なんかね腎臓がねあんまりこう正常に機能してなくて、大人になってまあ体もちょっとずつ丈夫になって、そういうのはなくなりましたね。中学校時代って学業の方の成績ってどうでしたか？学校行ってなかったんでね、いいわけないですよねって感じですよね。なんか久しぶりに学校行ったらテストって言われて、あの一生懸命やったんですけど、シンプルに0点取ったことありますね。じゃあもう特に部活とかも中学校時代は？中学の時は入学した時はねバスケ部に入ったんですけど、すぐ転校しちゃったんで、で転校した先で演劇部に入りました。演劇部だったんですよ。こう見えて。小学校の時は卓球部も入ってましたし、卓球は好きでしたね。劇とかそういったのがお好きだったんですか？中学の、ね、1年生くらいの時はあの声優さんになりたいなと思った時があったんですよ。中学生だからさすがに今よりもう少し可愛らしい声だったんですけど、あの声変わりする前だったんで、けどなんかやっぱちょっとなんか自分じゃダメかなみたいな風に思って、もうすぐ諦めました。でもなんか今大人になって考えると、
結構声に特徴があるといえば特徴ある方なんで、そっちの方がむしろ良かったのかなみたいな。ただね、演技力がね壊滅的にない感じなんでやっぱちょっと無理だったんじゃないかな。中学校とか小学校とか、まあ、お姉さんのルミさんと何か思い出に残ってることとかありますか？いたずらが好きだったんですよ。アキさんがですか？そうです、ものすごいいたずらっ子で、いたずらっ子ってね言い方が可愛く言ってますけど、マジで本当にただのクソガキなんで、幼少期の自分を見て、あ、もしかしたら寂しかったのかもしれないとか、あの気を引きたかったのかもしれないって思うけれども、当時はなんかシンプルに楽しいからやってたような気がするんですよね、いたずらを。そうやってじゃあ結構ルミさんのことを困らせて、まあ、そうですね、あの、まあ、ルミさんだけじゃなかったんですけど、まあ、うちの家族ですよね、主に犠牲になってたの。ズボン下ろすのが好きだったんですよ。えなんかうちのお父さんが、まあ、スウェット履いてるじゃないですか、はい、あのスウェットを後ろからこうバーってズボンをこうバーってこう下ろすのとかが好きで、子供のいたずら感覚でバーってやってたら、ある日こうパンツも一緒に脱げちゃって、ですごい申し訳ない気持ちになって、 それでもう二度とやらんとこって思ってやめました。それ小学校5年生だったかな。うちのお父さんには大変申し訳ないことをした。学校を卒業されてから、はい、今の現職に就くまでお伺いしたいんですけども、どういった流れになってますでしょうか、はい、プロの雀士になられたきっかけといいますか。きっかけ、あ、そうですね、多分ね4歳くらいの時にそのうちの父親が雀荘をやり始めて、いわゆる麻雀雑誌とか麻雀漫画みたいなのがあったんですよ、その雀荘の中に。子供の時結構それ読んでたんですよ。子供ながらに分かることと分からないことがありつつみたいな感じで見てたんだけど、基本的にその時ってあの周りの大人はみんな麻雀やってる環境だったんで、なんか自然と自分もその麻雀をするようになるんだろうなみたいな感覚だったんですね。一番最初そのファミコンで麻雀を覚えて、リアルの麻雀をやるようになって、それはまあ中学生くらいだったんですけど、だからまあ中学卒業したらなんか別にその高校とかも行く気ないし、とりあえずなんか好きな麻雀やりたいなみたいな感じだったんですけど、その雑誌の中に麻雀プロの方が出てて、でそれを見て、あ、なんかその麻雀にプロってあるんだみたいな風に思って、その麻雀プロの存在を知る前後くらいでビリヤードが好きで、ビリヤードをやってたんですよ、まあ、趣味が本当ビリヤードみたいな感じ で、 そのでビリヤードのプロは知ってたので、ビリヤードのプロになりたいなと思ってたんですよ。でやっぱその身長が私も伸びなかったんで、その小学校卒業してからやっぱ小さい方が不利なんで、自分の身長じゃカバーできない部分とかもあるなっていうふうに思ったときに、やっぱなんかビリヤードのプロもダメなんかなみたいな、無理なんかなみたいなふうに思って、でまあ麻雀好きだし、やっぱ麻雀で食っていけるようになりたいなみたいなふうに思って麻雀プロになりました。中学校卒業されてから18歳までっていうのはもう本当あの麻雀の勉強してましたね。あ、練習と勉強ですね。その時に何かお仕事をされたりとか。あ、アルバイトはしてましたけど。どんなアルバイトされたりしたんですか？ウェイトレスですね。でね、コンビニで働きたかったんですけど、コンビニの面接落ちたんですよ。で諦めました、コンビニは。どこの企業が良かったんですか、コンビニ働くなら。ああ、なんかどこでも良かったんですけど、はい、AMPM っていうねコンビニあったんですけどね、その昔。懐かしい AMPM。 ポプラとかいっぱいありますよね。あ、まあ、ポプラはねまだ今でもね、はい、ちょっとありますけど、はい、ありますけど、ポプラのカレー好きなんで、ちょっとポプラはちょっと大事にしていきたいですね、はい。プロのその時試験って難しかったですか？難しい。今の試験とはやっぱ若干違ってたんですかね？今よりはね簡単だと思います。あ、なんか見たことない演出。日本人よ、私は帰ってきた。お帰りなさいませ、ご主人様。あ、当たりましたね。
200のゾーンで三鷹オール様の実力を玉木が頑張りました。いやチャンスゾーン引けないですね。あの麻雀に関わる問題と麻雀関係ない問題があるんですよ、テストの中に。麻雀に関わる問題は難しい問題はなかったんですけど、麻雀に関わらない問題はマジで知らねえみたいな、くくりで言うと一般教養みたいなのとかもあって、筆記と面接と実技があったんですよ、私がテストを受けた時は。まあ、筆記多分受験者が私が受けた時は50人くらいいて、おで15位くらいで、お一角じゃねだからほら完全告知しとけよっていうね。まあいいです、あのラッシュが確定しました。ラッシュ AT だね、 AT が確定しました。はい、実技が2位だったんですよ。であとはまあ面接やって、まあ、実技と筆記の合算で順位出るんですけど、結局トータルで7位だか8位くらいだったんですね。そこであの上位に入ってたんでプロになったんですけど、テスト自体はまあ普通なのか、うん、だって麻雀プロの、ね、テストだから麻雀のことだけ出てくると思うじゃないですか。あ、シャムナステージ来ましたね。これちょっと上乗せしたいな。チャンス、お、ナイスすぎる、助かりますね。今日の数少ない見せ場かもしれんからまたありますよあ、終わってしまいました。それで最年少女子プロとなったアキさんですが、はい、周りからはその時どういった反応がありましたか。史上最年少ってなった時に結構いろんなそのメディアの方に取り上げてもらったんですよ、はい、その時あれですね、ちょうどねうちがあの一家バラバラになってた時期でうちのお父さんがねちょっとこう蒸発癖がある方で、その時ねちょうどね蒸発してたんですよ。で、ね、蒸発してた先でその雑誌で私が麻雀プロになったのを知るっていう、だからあの連絡が取れない状態だったんで、自分の意思でプロになってるんで、だからもう自業自業報告みたいになってて。その時お父さんはどれぐらいで帰ってらっしゃったんですか。なんか厳密に言うと帰るお家が なくなってたんですよ、その時。ちょっとあの家庭のお家の事情で、なんかその中学卒業するときにバブルがこう弾けて、おばあちゃんはあのお金持ちだったんですよ。で土地持ちだったんで、その土地にマンションを建てようとしてたんですよ。けどあのちょうど建設途中でバブルが弾けてパーになっちゃって、そのマンション建てる計画が、で借金だけ残っちゃって、それと同時にうちのおばあちゃんも病気しちゃって、どうにかできる状態じゃなかったので、お家を手放すことになりまして、でその手放す云々してる時にお父さんがいなくなってたので、中学卒業とともに、まあ、なんかその家を出なきゃいけなくなったん で私とルビさんは順々にこう出てったんですけど、うちのお父さんはその亡くなった後に家に帰ってお家ないみたいな感じになったっていうのを後から聞いたんですけど、です、ね、まあでも別になんかもうしょうがないかなみたいな、大人になっていろいろして、あいわゆるそのかわいそうな子供だったのかもしれないなとは思うけど、なんかその分早く自立できたし、私とかは特にその麻雀が本当に好きで麻雀で生活できたらいいなみたいな風に思って、で早くからやっぱそういうのに取り組むことができて、今こうやって生計立てられてるんで、お家がその当時の状況と違うお家だったら今こういう風になってなかったかもしれないしって考えると、なんか別にね悪いことじゃないわけで、結局ね自分が好きなことをやって生きてるわけで、
や全然幸せじゃないかなって思うんですけど、自分が不幸だったとか不幸な子供時代だったとかそんな風に思ったことは一度もないですね。別に楽しかったしなみたいな。麻雀の、はい、あの異名に白杖の舞姫とありますが、はい、こちらはどういった経緯で名付けられたのでしょうか。漫画家の日高智吉さんという方いるんですけど、あのその方が近代麻雀で私の紹介漫画みたいのを書いてくれたんです。でその時にあの卓上の舞姫二階堂明って紹介してくれてて、それをあの私が勝手にもらいました、無許可で。あそうなんですね。そうなんですよ。ドラは恋人っていうのを、はい、あれはもうご自分で。それもあのなんか自分で言い出したんじゃなくて、もともと私がすごいこうドラを大事にするジャンプだったんですよ。誰だったっけな、多分黒木さんだと思うんですけど、ドラをこう恋人のようにこう、おほ初めて弾きました、本気で一番熱いモードに今このタイミングでドラを大切にする、恋人のように大切にしようねみたいな、でもいらなくなったら切るけどねみたいな。お V ストックしましたね。まあでも V ストック1個取れたんでよしですかね。お、あ、ナイス、ありがてえ。今強チェリーをね引いたんですよ。いやー美しいね。だーす、すごい赤とかになったの初めてだもん思い出に残っている辛かった仕事があれば教えてください。辛かった仕事はない。ナッシング、なし思い出に残っているギャラの良かった悪かった仕事があれば教えてください。一番はやっぱスロットのね台を作んないかみたいな話があったんですよ、私とルミさんでやりましょうみたいな感じで契約をしたんですけど出なくて結局、ただ契約はしたのであのお金はいただいたんですよ。それ半分なんですけど、それはだから実質稼働ゼロでお金だけいただいたことがありますねそれもし出てたらいつぐらいの時期なんですか。それはねかなり昔ですね、もうそれこそ20年近く前の話なんで。仲のいい選手さんはいらっしゃいますかはい、仲のいい選手はいらっしゃいますか。仲のいい選手、はい、M リーグの中で仲いい選手いっぱいいますけどね、セガの茅森さやかは仲いいですよ。なんかその私がプロになった時って同じくらいの年の人ってあんまいなくて、結構ねみんな上だったんですよ年が。さやかはその一つ下で結構新鮮で、自分の中で初めて自分より年下の麻雀プロを見たんですよ。なんかこう嬉しくて話しかけて仲良くなってみたいな。私なんか結構自分から話しかけるタイプじゃなかったんで、すごい人見知りだったし、その後のプライベートとかでもこう遊んだりとかするようになったのはやっぱさやかが初めてかな。逆に、はい、苦手な選手とかいらっしゃいますか。苦手、それはあの麻雀ですか、それとも個人的にですかね麻雀の対局中ちょっと苦手だなこの人と対戦するのは、そういう方いらっしゃいますか。あ、対戦で苦手、どちらかといえばいっぱい泣く人はそんなに得意じゃないですかね。なんか私がまあどちらかといえばその腰を据えてこうどっしり打つタイプなんで、まあ同じタイプの選手の方がやりやすいはやりやすいですよね。その中嫌いな役にチート打つとありますが、はい、こちらはなぜ嫌いなんでしょうか。え、待ちが少ないからですよ
マックス3枚じゃないですか。私好きな役タメンちゃんなんでいわゆる両面以上を作ってリーチして積もるみたいなのが、まあ、自分のスタイルなんで、街が良くならなかった場合、純粋な街の枚数だけじゃなくて、例えば山にいそうとか誰かから出そうとか、なんかそういう基準もあるし、打点でカバーすることもあるし、そのケースバイケースだけど、自分の基本としては両面以上を作ってリーチして積もるっていうのが自分の中のベースにあるから、チートイツは短期にしかならないからただ打点は作りやすいんですよ。チートイツは嫌いだけど苦手ではないですね。嫌いと苦手は別物かなと思ってるんで、多分ねどちらかといえば得意な方だとは思うんですけど、ただ嫌いですね。やらざるを得ないからやってるみたいなだけで、好んでチートイツをやってるわけではないですね。いろんなケースでチートになることありますけど、それは誰だってチートイツより面単品の三面ちゃんの方が嬉しいですよ今の仕事をしていなかったら何をしてらっしゃると思いますか。愚直にそのビリヤードを極めたいみたいな風に思ってプロになってたかもしれないし、やっぱプロは無理だってなってフリーターとかになったかもしれないし、わからない、わからないけど、ろくな人生は歩んでなかったんじゃないかなとは思いますね。だから私みたいな人間はプロになってよかったんですよ。一日の最高の勝ちと負け、こちら教えてください。スロットは、24000枚が自分の最高で、騎手はサラリーマン金太郎ですね。なんかね、8万とか9万はよく負けるんですけど、10万オーバーってあんまりないなって思うんですよね。特に最近あの休みの日にパチンコ行くとだいたい5万負けるんですよ。これまでで一番打った台って何になりますか。マイスロとかなんかそういうのって若い時全然やってなくて、やったのが窓マギ2だったんですよ。窓2がすごい好きで、あれがね多分45万ゲームくらいかな。好きな台とかハマった台はねすごいいっぱいありますけど、ちょうどね一昨日くらいかな、一昨日くらいに私が10代の時にめっちゃ好きだったトゥインクルステージっていう台があって、それをふと思い出してトゥインクルステージ打ちてえなって思ってました。設定したなんか1個も出ないし、ただまあ出玉はねいい感じに獲得できました。アキさんのファンはどういう方が多いですか。同じくらいの世代の方が多いですね。やっぱ昔は男性の方が圧倒的に多かったんですけど、最近女性の麻雀人口っていうのがすごい増えてきて、女性のファンの方もたくさんついてくれるようになりました。それやっぱり M リーグが結構影響はしてるんですかね。あるかもしれない。いやあるでしょうねあると思います。昔は麻雀層で直接会うみたいな感じだったのが、今はその麻雀層を絡まない麻雀のイベントっていうのがすごく増えてきたので、まあ、小学生とか中学生の、あの女の子とかがファンですって言ってくれたりとか、今だと YouTube チャンネルやってるのでそちらの方にこうコメントをくれる中学生の女の子とかいますね。二階堂あきさんのファンの方へ一言お願いします。見た目も性格も麻雀も年々変わっていってるとは思うんですけれども、二階堂あきは二階堂あきなので、なんかそういうのも受け入れてくれたら嬉しいなっていう感じですかね。過去離婚を一度経験されておりますが、はい、またご結婚したいという結婚願望はありますでしょうか。いや罰になんですけど、1回じゃなくて2回離婚してるんですけど、あ2回も結婚しておいてこんなこと言うのもあれなんですけど、結婚願望もともとないんですよ。結婚したいと思ったことがなくて、じゃあ結婚したくないかって言われれば別にしたくないわけではない、まあ縁があったらみたいな、もう二度と結婚しねえよみたいな風には別に思ってないですよっていうだけで、ただなんか冷静に考えて私とかもまあ年齢も年齢だし、まあ罰にだし、
なんなら子供もいるしみたいな考えると、そんな簡単に再婚は多分できないでしょうから。流れで結婚されてっていう。あ、まあそうですね、最初の結婚はなんかこう、まあ、ノリですかね結婚ってなんかきっかけがないと基本的にしないじゃないですか、まあ、ノリというか、 なんか勢いですよね。で勢いよく結婚して普通に離婚してみたいな。あがけ東道、よしあがいたはい、よし、完全告知でやろう。このね、ビジュアルがね好きなんですよ、 C2 の。この世に存在する全てのアニメキャラ、女性キャラの中で一番美しいと思っている C2 が。髪が好きですね、緑のロングヘアが。こんな鮮やかな緑じゃなくてもうちょっと暗めの緑だったら。お C2 ステージ、はーい、我に従え、私もギア使えるようになりたい私に従えって言いたい。5年後のご自身はどうなっていると思いますか、はい、また目標があれば教えてください。5年後のご自身、はい、47歳どうなってんのかな。まあ M リーガーではなさそうですよね。でもパチンコスロット関係の仕事はしてるんじゃないかな、あれば。ルミさんと2人でお店とかやってみたいですよね。どういったお店ですか。こじんまりとしたなんか喫茶店みたいのをやりたくて。でルミさんが本が好きなんで、本が読める落ち着いた空間のカフェより喫茶店みたいな、ゆったりできるようなお店をやってみたいなって感じ。パトロンでも見つけてお金もお金出してもらってなんかすごいこと聞こえてきますね終わった、あっさり終わるね。示唆は一個も出ない。一番奥ですね、私が目指すところは。あ、これこの目つきの悪い鳥にね、いつもボコボコにされるんだけど好きなんですよ。これちょっと打ちたいです。はい、ということで、2代目フランキークレスト、最近好きな、一番好きなノーマルタイプです。これ打っていきますね。二階堂アキさんにとって、はい、麻雀とはどういう存在でしょうか。麻雀とはどういう存在か。あ、当たったまあ今となっては本当に全てですね。本当に多分麻雀やってなかったらどうしようもない人間で、私の人生は終わってたんじゃないかなと。いや別に今もどうしようもないんですけど、今以上にどうしようもない人間で終わってた可能性が高いなっていう。まああれですね、麻雀やってよかったなって思うことはいっぱいありますよ。はいレギュラーでした麻雀やってよかったレギュラーでした。何歳までプロの雀士として活動されたいとかってありますか。いやもうそれはもう体が許す限りですね。ということで時間になったので実践の方終わりたいと思います。最後はクランキークレストを楽しみました。お疲れ様でした。おそらくね、まあ、メイン島ですね、北斗の拳、こちらがもう朝一からねバーって埋まってったので、まあお客様はもうみんなね今人気のある北斗なんで、ここはやっぱり集中しますよね。多分ね朝から変わらず粘ってるお客さんとかもあるんですが、赤道すごい出てますね。今ちょうどバトルボーナス連チャン中でモンキーターンね、朝ね狙ってたんですよモンキーターン。正直打ちたいなと思って、結構ねバイオの RE2 も人気あるんで朝から埋まってるんですけど、こちらのこのエウレカの三大島が
結構いい感じにねボーナスとかもついてるので、もしかしたらここは当たりだったかも。揺れかもな。打ちたい打ちたいと思いながらね、まだ1回も打ってないの。でもねアプリではやってるの打ちたいから。でもなかなか打つ機会なくてね、今日エールカだったか。いやでも今日勝ってるし俺。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実践結果の方、投資が危ない、投資が460枚の回収が1627枚だったので1167枚のプラスでした。優秀今回はあのパラッツォのわらび店さんに、私多分前もね来たことあると思うんですけれども、パラッツォ自体がめちゃくちゃ相性いいと思ってるんですよ。あの結構いろんな店舗行ってるんですけど、なんであのまた来たいなと思いました。なんでぜひまた呼んでください、お願いします。本日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。